はい、皆さん、ワドツです。2018年6月の9日、夜の20時です。よろしく。楽しんでってください。この後ね、走りに行きます。肩の力抜いて打つパンチを覚えたいな。間に合うかな。で、当日の曲？当日の曲は、いや、なんか変な BGM だよ。多分これじゃないかな。当日の入場曲。なんか、なんでこれ選んだんだろうって思ってるね。ちょっとよくわかんないんだよね。自分でも。これだか、これ。なんでこれ選んだんだろう。これ選んだ。なんか不気味だよね。なんでこれなんだろうね。ねえ、仮面ライダーにすればよかったのにね。いや、俺便所さんに気使っちゃってフリー素材選んだのよ。だけどよくよく考えたらまとめて支払ってるから関係ないよって言われて、え、そうなの？とか思って、なんか便所さんに気使っちゃったんだよね、著作権料。いや、俺払ってるよって言われて、え？みたいな。まとめて払ってるから関係ないんだよっつって、イベントに対して払ってるからっつって、マジかと思って、裏目に出たな完全に。ミスも含めて失敗だから、失敗も含めてね、経験だから、次これ使おうっていうのは次に生かされるよ。はい、メアリーラブ、こんばんは。どうも。なんであれ選んだんだろうな。いや、もう変更できないって。変更できないって言ってた。要は権利関係でジャスラックに提出するから、もう半年ぐらい前には提出してくれって言われてたもん。で、考えないでね、パッと選んじゃったんだよね。なんでもいいやと思って、もったいなかったよな。
まあ、多分ね、入場するときリラックスしたいなっていうのがあったんだよね。結構上がるから心拍数が。ある意味一回落ち着きたいっていうのがあったんだよね。今日の夜何食べようかな。スイカ食べる？あとで買いに行こうよ、じゃあ。うん、うん、走りに行った、帰ったら買い物枠やろう。いや、歩いてスーパーで買うところまで、あそこ24時間だから。そうそう、リラックス。お、美穂ちゃんいらっしゃい。晩ご飯はスイカらしいです。今日はのんちゃんが食べたいので、のんちゃん何食べたいって言ったら、うなぎゅうって言うと、高級食材をのりこに、わかる、890円もする高級食材を彼女に食べさせる、やさお、すごいでしょ、感動したでしょ。うなぎゅう食べさせる彼氏いないよ、なかなか。世界の和道クラスになると、やっぱね、彼女にうなぎゅうを食べさせることができるよ。いや、のりこの手作りが一番うまいんだけどな。そうだよ、すき家だよ、すき家。かの有名なすき家でうなぎゅうを食べさせる成功者。泣きそうになった、うん、サクセスしてるからね、やさお。うなぎゅうだね。スキヤのうなぎ牛丼だね。あ、のんちゃんうな重って言ってたの？うなぎゅうだよね。うな重でも別にいいんだけど、うなぎゅうですね。はい、できなかったんだ、ビットキャッシュ。いや、今ね、スキヤはうなぎはいつでも出してるね。左の肩が硬いんだよな。あ、カレー食べるんだ、すき家。へえ。カレーうまいか、すき家の。なんか微妙な気がする。カレー食うんだったらココイチ食べたいかな。そうそう、洋食洋食。国産のね、牛うな重なんか4000円5000円平気でするからね。うなぎ絶滅しそうらしいよ。頼まないな、すき家でデザート頼んだことないな。美味しいの。トモさんは脱。ココイチ美味しいよね。頑張ってるよね。結構辛いし、
ココイチ、まあ結構取ってるよね。あのね、フランチャイズでカレーはうまくいかないって言われてたんだけど、成功させたよね。おい、渡辺さん、こんばんは。アイスクリームとか頼むんだ。へえ。すき家でなんかアイスとか頼んだことねえな。デザートにしてるのはすき家レディオだね。あの謎のラジオね、すき家レディオ。あれ、ずーっとやってるからな。もう10年ぐらいやってんじゃないかな、スキアレディオ。なんであれ、独自のラジオやってるんだろうな。スキアレディオのファンなんていないでしょ。楽しみだわーとかないでしょ。ココイチ面接落ちたんだ。まあ、近所だと行きづらいよな。面接落ちた店はな。確かに。アイテム買える？ ありがとう。よろしくお願いします。皆さんのアイテムで生計を立ててるんで、ね、皆さんがアイテム投げてくれなくなったら僕はホームレスになるんで。おい、上弱ちゃん、アイテムありがとう。いらっしゃい。もう簡単なシステムだからね。乞食システム。もう配信にステータス全振りだから。ありがとうございます。匿名さん、花火ありがとう。ありがとう。いえいえ。動画の伸びいいな。弾丸塾動画伸びてるね。早っ。いいね。のんちゃんに美味しいスイカをありがとう。ジョージャクちゃんバーガーありがとう。匿名さん花火ありがとう。ありがとうございます。そうそう、富里のスイカ近所で売ってるから買うのね。のんちゃありがとうございます。花火ありがとう。今日の晩ご飯スイカっていうか、ちょっとなんか作ってよ。ご飯炊いといてよ。なんか筑前煮かなんか作ってくんない？いや、だって2時間後だよ、走り出すの。でもさ、外食ばっかりでさ、値段さ、1日5000円ぐらいかかっちゃうんだよ、俺とのりこが。飯食ってたら、コンビニとか。だからちょっと節約しないと。自炊しよう。うん、いいか。ちょっと最近は稼がしてもらってるから、お金貯めよう。うん、エア花火ありがとう。明日、直樹兄さん、受枠でトレーニング枠やるらしいよ。なんかみんなチェックしといて。直樹兄さん、受枠やるって、明日。何時にやるのかはちょっとわかんないんだけど。まあ、俺前回のやつちょっと見たからな。もう大体わかった。あのね、直樹兄さんね、チェックしてくれる人、オーソドックスかスタンダードかちょっとよく見といて。
貯金とかは一番最高に貯金したことあるの30万かな。しかも中学3年生の頃バイク買うために。俺ね、金遣い荒くなくて、子供の頃ね、全然金使いたい、漫画ぐらいしか買わなかったんだよ。だから3万円とか、6万円か、6万円のうち3万円全部貯金してて、10ヶ月経って、あ、30万貯まったからバイク買おうと思って新車買ったんだけど、それが人生で一番高い金額かな、貯金したの。全部その日暮らしだね。いやいや、それがラストで、もう稼いだら全部使うようになった。なんか、貯めたことないね。もう入ってきたら使うっていう。まあ、芸人はそうじゃない、ダメでしょ。配信者とか。そんな、貯めたらさ、ダメでしょ。もう稼いだ分はガンガン使うっていう。で、次、足りなくなったらガンガン稼ぐっていう方が合ってるね。その日暮らしだよ、その日暮らし。あ、俺らね、昔だから中学3年生の時だけ貯めたことある。おお、じゃないと頑張れなくなると思うんだよね、貯めたら。いや、金がないっていうのが一つの配信やる動機になってないとダメだと思ってて。投資とかか。いや、だから自分に投資だよな、自分に。その日暮らしのよりメッティって誰が考えたんだろうね。よりメッティではないから。何可愛くしてんだよ。仮暮らしのアリエッティをよくもじったよね。いや、すごいうまいこと言うなと思って。だって投資家じゃねえもんな、俺な。で、別にお金が欲しいわけじゃないじゃん。生活がしたくて、まあご褒美は欲しいよ。だけど俺らが1000万とか1億円あって、別にね、それで何買うってわけじゃないじゃん。じゃあ1億円持ってたら配信楽しくなるのっつったら、そうじゃないでしょ。だからまあ、食えりゃいいから、食えてみんなと楽しく過ごせりゃいいから。まあ大丈夫だよ。なんかやりたいと思ったら、あれだよ、みんな花火投げてくれんだよ。困った時っていうか、ずっと困ってんだって、カサさん。配信やるぐらい困ってるんだから、困ってるのが通常なんだよ。だからみんな感覚が違うんだって。それさ、サラリーマンの人とかって年収1000万とか500万ある人は安定してるじゃん。だからまあ将来に向けてとか考えるけど、俺ら今のことしか考えられないんだもん。今もう貧乏なんだから。だからね、貧乏の時代が長すぎて焼肉食いたいとかになっちゃうんだよ。うまいもん食いたいって。もう常に飢餓状態だから。飢えてるから。でもまあ配信で投資なんつってもな、どうなんだろうな。いや、それもここ1年2年の話でしょ？それまでのこと考えてよ、カサさん。俺3年間無給でやってたんだよ。手出しでやってたんだよ。ド貧乏だよ。ほんな焼肉食ったりキャスバーでガンガン酒飲むなんていうのが異常なんだから。缶ビール飲めるか飲めないかだったんだから。本当にそういう生活よ。だって金杯さんってあんだけ人気あって7万とかだったんだよ、収入が。みんな家賃払えない、電気止まったとか、ネット代払えない、助けてって言ってたんだもん。今100万稼ぐとか1000万稼ぐっていうのがおかしいんだから。変わったなって言われるのはここ1年ぐらいだよ。こんなのいつまでも続くわけねえじゃん。今がさ、こうやってさ、枠開いたら花火くれるお金持ちの人がいるから、なんとか生計立てられるようになってる。でしょ？いや、成功したっていうか変わったなと思うよ。俺だって1年前ドレさんと会った時、これ本当の話だけど、ドレさんってちょっとお茶行くってなって、ドレさんから誘われてお茶行こうよって言われて、じゃあどこ行こうかっつったら、俺の方が金持ってたんだよ。で、バーガーキングがあるっつって、じゃあバーガーキング行こうって言って、俺おごるよっつったら、ドレさんがいいって言ったんだよ。申し訳ない、年下におごってもらうのはっつって。で、ドレさんドリンクだけ買ってたんだよ。そういう生活だよ、俺ら。ごめんねって、時間取ったのにおごることもできなくてっつって。いやいや、俺出すよ、教えてもらってんだからとか。バーガーキングでセット頼めない生活だったんだよ、俺ら。
だからなんかコラボとかって缶ジュース飲みながらとか誰かの家でポテトチップス食べながらとかだったでしょ。俺ら認められたのここ最近だよ、この10年間の歴史の中で。だからいいんだよ、俺らはリスナーさんに食わせてもらってるだけありがたい身分なんだから。それまでさ、お金100円でも受け取ったら小じきって言われてたんだよ俺ら。本当に小じきだって言われてたの。やっとさ仕事として認められ始めてんだもん、嬉しいよそんな。だから芸能界のさダンカンさんとか絡めるっていうだけで時代が変わったなって思うもん。変わったよ。まあだから配信者が投資とかさ、なんだろう、ファンドとかさ、なんだろう、なんだろう、国債買ったりしたら俺終わりだと思ってる。この国の滅亡でしょ。国債の利回りどうなってんだよとか嫌でしょ。どう思う？いや知らない。うん。知らない。アツシ、ドナルド、知らん。うーんってリスナーさん、利回りいい、なんかいいやつないかなっつって。いやいないでしょ。光くんなんかいつも現金ポケット入ってないよ。うん。あんだけ稼いでんのに、俺より稼いでんのに、俺タクシー代とか出してるよ全然。どうなんだろうね、わかんねえな。投資した方がいいのかな。でも保険かけるような生き方は配信者に向いてないと思うんだけどな俺は。うん、メアリッティなんだ。その日暮らしのメアリッティなんだ。もうこれ花火暮らしのよりメッティだから、まあいいんじゃないよ。人生なんかやね、金あってあの世に持ってけんのかよ。持ってけねえだろ。ある分使って楽しんでな、ねえ、何が不安なのか全然わかんねえよ。面白いことやればいいんだよの。金なんかあるだけ使えやいいんだから、別に困んないよ。だから金ないのが当たり前だから困ったことないもんねえ。いつか死ぬんだから。そうそうそう、あの世に金持ってくるわけじゃなくて、貯めよう貯めようっつってもね、どうしようもねえもんな。ある分だけ好きな人に使えやいいんだよ。うん、そのために頑張って走ってね、頑張って笑って頑張って遊んでっつって、まあまあ投資はしないと思うよ。投資してる俺嫌じゃん。100万ボーンって稼いで何に使おうって言ってる方が楽しいな俺は。大体投資やってる人に食わしてもらってんだからいいんだよ。スポンサーさんは投資家でしょ。
みんなが金稼いでんだから俺がそれやってどうすんだよ。リスナーさんがみんな投資やってんだから、 FX ファンドでそれで花火もらってんだから何の問題もないよ。だろ？イソロクさんお疲れっす。どうも。最近面白いこと？もう弾丸塾かな。弾丸塾と、T シャツを作るっていうことで T シャツのデザイン組んでて、あと捨て頃のトレーニングばっかりやってるからもうバッタバタっすね。自枠もやんないと送ってけないし、だから大変っすよ本当。ここ最近もう忙しくて首回んねえぐらいっすね。睡眠時間も結構睡眠取れてなかったりする日があるぐらい。やっとね、弾丸塾っていうその YouTube の番組が落ち着いて、あれへそで話してたじゃないですか、飲んでる時弾丸さんとって、あれがやっと始まったんですよ番組が。今度あのたけし軍団さんとコラボしますっていう企画、あのスタッフやるんですって言ってた、あれがようやく YouTube に上がって、うん、なんかやっとまったりできるようになったなっていう。もしよかったら見てくださいよ、弾丸塾。結構バタバタでしたね。配信も、なんて言うんだろう、全然できなくて。うん。
捨て頃出るよ俺も。出る出る。で捨て頃の2日後にまた弾丸塾の撮影かな。結構ハードだね。まあ、だから一回捨て頃が落ち着いたら何やろうかなみたいな、そんな感じかな。見てみて、弾丸塾で検索してみて、うん、結構ツイッターとかでエゴサーチするとバーってみんな書いてるから、うん、面白くなると思うんだけど。俺はスタッフ、スタッフ、うん、俺は完全にスタッフ、演者じゃないよ。弾丸塾メンバー、あ、オッケーオッケー。決まったメンバーは、誰だったかな。25人選ばれたんだけど、ちょ、見てみようか。ね、待ってね。決まったメンバーはこれ。ちょっと待ってね。あ、これ見てた？ちょうど。うん。ね、決まったメンツはこれ。あれ、進まないな。ちょっと待ってね。あれ、止まっちゃった。なんか YouTube バグるんだよな、最近。なんでなんだろう。なんかね、コマ送りするとバグるんだよね。ちょっと待ってね、多分今映像が出てくるはずだから。うん、25人から5人に絞るの。何に選ばれるかだよね。この人数だね。海宝、ココア様、踊る便所太郎、ピンクさん、アグリンさん、野田ゾーリさん、ヘナチョコサダ、アキラッパ、横山みどり、ハニー大木、野良猫、三杯目光、ホナちゃん、小島グランプリ、ネルさん、ひどんな、トムソーヤ、池上、ワン太郎、愛よりお金さん、柏木、卵味噌、もんちゃん、どれの深夜食堂、ジョニー、おの、パトラッシュ。これがまあ、受かったメンバーだね。出る出る。で、まあ、YouTube にて、6月の25日、まあ、なんつうの、生放送だね。これ。うん。二次審査、オーディションなんだけど、YouTube ライブにて、まあ、公開と。6月の25日生放送です。よろしくお願いします。まあまあまあ暑くなりそうかなっていう。はいはい、ちかちゃんいらっしゃい、楽しんでて。
まあまあメンツは揃った感じがあるし、俺がやりたかったそのツイキャス、フワッチ、ニコ生の人たちがなんか番組同じ座組で出るっていう、要はだ誰が一番面白いんだっていうのと、過疎と大手が入り混じって同じ土台でやるっていう、そうそう、誰がこの中で5人しか選ばれないから、この中の5人でどんなね面白いことやってくれるのかっていうのが面白いなと思って、あとはまあ芸能人と配信者のコラボっていう、もう3つ夢が叶ったね。出れなかったのは残念だったんだけど、俺がやりたかったことは3つできたこの企画で、うん、今までないでしょ、ツイキャス、フワッチ、ニコ生の名だたる、まあみんなが推してるメンバーが同じ座組で出るっていうのは。ああまあまあ当選しそうだよね、俺も受かると思ってるけど、まあ受かっても受かんなくてもね、ネタになるから。だからもしよかったら番組チャンネル登録して、数字取れないと継続ができないから。みんな応援してね、弾丸塾。いいねボタンを押したりとかコメント書くのもすげえ反響になるから、リツイートとか、あこの番組盛り上がってんだなっていう、要はネット民の最もいいところが出るかなっていう。あ YouTube で見てくれた、ありがとうありがとう。まあね、10万アクセスぐらい行くようになりたいなとは思ってるね、うん、あの二次審査でそれくらい行ったらまあ勝ちかなっていう。まあ10万アクセスなかったらちょっと微妙かな、俺の中では。そこが狙いかな、うん、コメント書いてね、それこそ和道頑張れよとかでいいよ、和道さんのファンですとか一言書いてくれるだけで、そう和道さん頑張ったねとか、俺に対するコメントでもいいから、まあ、ダンカンさんに対するコメント、ある北郷さんに対するコメント、配信者に対するコメントでも何でもいい。そうするとね、動画のページが強くなるの、みんながコメント書くことによって。柏木最近飛ばしてますよ、復活して。この前も神回で、あのまあ昔のネタですけど、新宿2丁目でゲイにナンパされてホテル行くっていういつものやつやって、まただいぶあの閲覧伸びてましたよ。ニコ生のコミュニティ4000人ぐらいになってたもん。セゴロの会場行けないんだけど、配信はするのかな。踊る便所太郎さんのツイキャスでやると思う、セゴロは。便所太郎さんの捨て頃だね。柏木は俺の中で柏木とワン太郎と小島グランプリがライバルになりそうかなっていう、下手したら全員浮かんじゃねえかと思ってる。もうこの3人だね、注目は。柏木、ワン太郎、小島グランプリの3人がどういう動きするのかが結構この企画の鍵かっていう。特にね、なんかね、俺の中の予想なんだけど、ワン太郎がダンカンさんにめちゃくちゃ可愛がられるんじゃねえかなと思ってんだよね、もしあの面白さ発揮したら。なんか可愛がられそう。もう誰が受けるハマるのか勝負だからね、今回は。でワン太郎ビジュアルがいいから、配信ではあのこう伸びなかったんだけど、いじられたら面白いし、ワン太郎あるよ、俺はそんな予感がしてたんだよね昔から。だからいじられるのに特化してる人はいけるね。小島伸びないんだよね、小島グランプリは。トークがね、絶望的に下手なんだよね。体の張り方は尋常じゃなくて、いじられたらすっげえ面白いの。だから小島グランプリは優勝候補だよ、あのこの企画だと。そうそう、インドでずっと、もう日本帰ってきてるね。
万太郎って聞くとロハコさんとの FC2 を思い出しちゃうあれ面白かったよね。神回だったよね、うん、すごかったかな。数万人だっけ、数千人だっけ、すごかったよね。閲覧5000人だったっけな大炎上してたもんだ。あれ面白かったな、万太郎とロハコさんの絡み。あれは面白かったよね。生贄を捧げたんだけど、俺が荒ぶるモンスターに。そう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 、だからいじられたらめちゃめちゃ面白い。ワン太郎は和子さんすげえタイプだって言ってた、今日も走る。今携帯充電してて、2時間後、まあ今1時間ぐらい経ってるから、あと1時間後ぐらい、夜の10時ぐらいに走ろうかなと思ってる。なるべくね走んないと、せっかくね肺活量も良くなってきたし、もうこっから走ってもう精神面鍛えていくだけかな。勝つっていうイメージ作り、いよいよだよ。あと10日？うん？あと2週間か。人生変わるかんな、勝つか負けるかで。ありがとうありがとう。タイムあと何分はすげえ助かるから、うん、あれ本当にペース測るのにすげえ助かる。うん、コメントも盛り上げてくれてね。意外と手走る配信閲覧結構あるんだよね。50人ぐらい見てくれんだよなあれが面白いよね。意外見てる方は楽しいのかな。俺絶対ウケないと思ってたんだけど、意外となんか走る放送好きだっていう人いるんだよあれ不思議だよな。ただおっさんが走ってるだけなのに、みんな好き？走る放送意外と好評だよね。そんなに悪くないよね。何なんだろう。まあ、配信はね、何が受けるか分かんねえかんな。意外な放送がハマったりするんだよね。
頑張ってる人が好きなんだ。ハマるんだ走ってるワード。だって30分間ハーハー言ってるだけじゃん。手ぶれもひどいし。まあ俺はね、見てもらえたら何でもやるタイプだから、何でも嬉しいっすね。はあはあ、イヤホンで聞いてるとやばいよねえ、エロ、エロくはないか、AV だからね、音だけ聞いてたら、はあ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 、おっさんが言って、もうダメだ、もうダメだよって、はあ、はあ、はあって、あ、そういうニーズなの。ワドニー。ワドニーだったの。それ面白いな。ワドニーの素材になるのか、あれは。そういう解釈はできなかったな。あ、達彦の地下格の動画が出てきた。達彦の地下格見る。えぐいよこれ。強いよ達彦。うるさ。はい、解放され、こんばんは。達彦、赤いグローブが達彦だっけ。赤い方が達彦だね。喧嘩だよね、もう。すごくないえぐいよね。いやだってこういうことだよ、総合格闘技って。痩せてるね達彦。てか達彦打たれ強えな、ほんと怖っ。パウンドっていう技だねこれは。スタンプみたいにポンポン押すの。いや大怪我するよね。喧嘩だよねほんと。相手伸びてるじゃん。怖っ怖っ。あの温厚な達彦が試合じゃこうなるからね、恐ろしいわ。分かんないもんだよね。怒らせたらダメな人だよ。怒らせたらダメな人。あれ。でも女の人が意外とハマるらしいよ、格闘技は。なんかね、女の人がなんで格闘技ハマるかっていう、性的興奮と似てるんじゃなかったかな。意外と女性ファンいるんだよね。いや達彦は怒らせたらダメな人でしょ、完全に。温厚なタイプが一番怖いよね。
キャスバー、YouTuber っていうバーに変わるらしいね。YouTube のバーになるんだって。ごめん、リスキーさんが何言ってんのか全然わかんねえわ何の話、うん、リスキーさんさ、なんつんだろう、よくわかんねえわ、何言ってっか。地価格数年前だっつってたよ。もう4年ぐらい前じゃないの、現役でやってた頃。キャスバーの暴露なんてやってた。え、何を暴露してたの。え、教えて教えて。立花さん何を暴露してなんだろう。腹減ってきた。のんちゃんご飯炊いといてよ。ヤマトは元市議会議員でゴミ屋敷の苦情が近所住民から来て自民党を免除になった。あー、いやそれ、あー、そうなんだ。へえ。おーおおって感じかな。うん、あ、そうなんだ。あ、のんちゃん、柿ピー食べたい。柿ピー2袋ちょうだい。おー、キャスバーの資本金を全部出したのインチキ大王で、飲食店経験がなくヤマトに任せてた。いやいや、もうガセ情報すぎるわ。インチキ大王さん飲み屋4店舗ぐらい経営してるし、うん、でヤマトさんは任せられてないし、ガセガセガセ。あそこは出資元が4人いて、そのうちの1人がインチキ大王さんだった。で、金の件で揉めて、インチキ大王さんが外れて、もう1人が外れて、で、今回変わったの。だから、オーナーの4人いたのが派閥が変わって、要は経営方針が変わったの。全然もうデマだね、それは。インチキさんは飲み屋長いよ。
なんか立花さん YouTube バンになったんでしょ。立花さんっていうか NHK を守るトーン全員バンになったってね。うん、何が原因でバンになったのあれって。結局は何が原因の番なんだろう。よくわかんないよね。保守系の人が片っ端から番なんだ。へえ。政治的なこと語るなってこと。カズヤチャンネルもバンになってんのか。まあ選挙前だからきな臭いよな。まあ危険因子だとは思わないけど。あー、グーグルがね。どうなんだろうな。まあ通報が多かったんだろうね。これは別に政治語ってもいいんじゃないかと思ってるけど。でもさ、NHK の会ってあれどちらかっていうと左じゃないの。憲法違反だわな。民間の団体になったらあれはダメだよな。おい、ゆうこさんいらっしゃい。ゆうこさん物販頼むよ。誰か公言したの、生活保護はクーポンって。政治家がそういうこと言うのはおかしいわな。いや、本当に言ってるんだったら。よろしくお願いします。10キロ太った。65キロ前後だったのが75まで増やしてる。シャークさん逆だから、要は65キロで運動してないのと75キロの運動してるのじゃこんだけ差があるの。面白いでしょ。みんな言うんだよ、ワド痩せたねって。太ったの、10キロ上げてんの。カキピ体見る。あ、本当は太ってるわって思うよ。体を見せてあげよう。これがステゴロファイターのボディーだよ。要はね、運動してるからリンパの流れが良くなって体つきが変わったんだよ。
止まった。ガタイ良くなってるでしょ。太ったんだよ。胸板も厚くなったでしょ。こんな感じです、ボテッとしてるでしょ、そうだね、ムチッとした脂肪を含んだムチッとした体だね。肩良くなってるでしょ。だから毒素が抜けて体はでかくなった。腕も結構太くなったよね。脂肪もかなり乗っかってるよ。腕太くなったな。だいぶ太くなったね。俺の腕じゃないみたい。ああ全然違う。太くなったね。こうやって見ると全然違うね。ねえ腕太くなったわ。ほら、うわ全然違うよ1年前と。すげえ、今自分でびっくりしてる。でかくなったね、面白いね。言われたら、言われてみればっていう。乳首立ってんのは生まれつき。乳首ビンビン系男子だから。よろしく。捨て頃なくても鍛えようっつうかな。俺ニートだからな、別に。捨て頃終わったら絞るよ、体は。別人だね、変わるんだね。初見なのに昔の俺知ってんの、うん、こんばんは。いい感じ、うん、変わったね。増量っすね。減量はしてないっすよ。これ以上体重増やしたらもう動けない。うん、うまいね。梅味がうまいんだよ、柿の種の梅じそ。梅じそ味。のりこは梅嫌いって言ってたけど今梅だなっつってるから。
ワドさん梅美味しくない普通のがいいよって言ってて、のりこのために梅じゃないの一袋あったんだけど、今のりこは梅に洗脳されてワドさん梅だなっつってる。いや最近わさび味入ってないね。俺がね放送でクレーム言ったからだと思うよ。亀田製菓見てんだよ。これうまいよね。原田さんの腕やば。リーバイスの話？おー、なんだろう、いい感じになってきたよ俺のリーバイス。ていうかね、リーバイスね、黒じゃなくてね、これ不思議なんだけど俺黒ジーパンが大好きなの。あのね、やっぱこれ普通のジーンズがいいよ。いい感じ。もうねこれ一回も洗ってなくてようやく2ヶ月ぐらいかな。いい感じにシワついてきたでしょ。いいでしょ。ちょうどねこう擦れてる部分が白っぽくテカり始めてね、いいんですよ。やっぱこれはいいよ。うん、ここの膝の部分とかもちょっと太ってね、パツパツになって今履けなくなってるから痩せたいんだけど、太ももがもうピタッとなってるからここいいでしょ。育てた甲斐があって、これ洗うの楽しみだね。もう1年ぐらい履き込んでから洗おうと思ってるけど、これは成功だね。いい感じにピタッとしてきた。ここの入り方もかっこいいし、やっぱ洗ったらダメだな、ジーパンは。そうだね、うん、ヒゲいい感じっすよ。で光沢が帯びてて素材がいいやつだから、やっぱ2万3000円するのは違うよ。ただ一番最初に買った黒ジーパンは柔らかくなってウエストが伸びちゃって難しい。本当にジーパンは体重今ね75キロっすね。僕は臭くなるのをだからどうやってその綺麗に履いて陰干してとか洗わないのが基本だよね。洗ったらやっぱりね柔らかくなって伸びちゃうんだよ。あのね、要は洗うタイミングだね。いやもう本当にバクテリアが入ったりとかしたら洗わないとダメ。うん、メルシロさんアイテムありがとう。アザースアイテムありがとうね。だからね月1回洗ってるやつがあるんだけど、月1回の方はね逆に伸びちゃって形がね、これがね月1回洗った方の黒ジーパンなんだけどウエストが伸びちゃってんだよね。履き心地はね軽くていいんだけど、俺としては失敗だな。これ育て方失敗。リジットのまま履いてて今シワつけてんので、これは月1で洗ってて、うーん
こんな感じかな。蜂の巣も出てないよね。あ、ちょっと出てるか。これが洗ってる方、月1で。それでもちょっと弱いんだよ。全体的に色落ちちゃってんのね。まあ、これはこれでいいんだけど、一回リペア出して、これ1年間ぐらい履いてるかな。でもね、もっと白く出したかったかな。もっと白く出したかった。まあまあまあ、かっこいいけどね。で、何が失敗かっていうと、この履くとわかるんだけど、このチンコのところのボタンがね、よれて入っちゃったのよ。ここ。だからね、ここチャックがこうなっちゃうの。これが失敗だなぁと思って。出てるんだけど、もっと強く出したかったのね。まあ、これはこれでかっこいいよね。光沢あって。もう一本の方は洗ってない。こっち側の方は。まだ硬いね。黒はね、黒よりも、なんて言うんだっけ、これ。普通の方。黒じゃなくて、なんて言うんだっけ。こっちの方がね、やっぱかっこいいよ。インディコブルー。これがかっこいい。俺もう、黒卒業しようかなと思ってる。いや、ジーパン奥深いよ。ジーパン道だよ。501が1本欲しいかな。もう1本。こんなにハマるとは思わなかった。やっぱ T シャツだよね。ちょっとやっぱ弱いかな。出てるね。こう見ると。でもね、俺の中ではまだ 100% のお気に入りじゃないんだよな、これは。刺繍入れて楽しもうかな、こっちは。こんな感じですね。もっとボロボロになるまで黒は履き込まないと。いや、ちょっとね、俺の中ではもっと出したいの。これが今いい感じなのよ。このがっつり入ってる感じ。やっぱね、1ヶ月と2ヶ月じゃ全然違うのね。履き込んでて、もうかっこいいし、ちゃんと入ってるし。で、こっちの方とかにもちゃんとこの辺にも入れたから、ギュッ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 折って。この辺も綺麗に入って。結構かっこいいでしょ、この辺とか。だから最初にもう折ったの。こうやって、つけたいところに、下の方とかも。綺麗に入ってるでしょ。これはいいよ。あ、YouTube 登録ありがとう。Twitter もよろしく。Twitter 持ってたら。裏アカウントで Facebook と Instagram もやってるよ。探したら出てくると思う。今こんな感じかな。これかっこいいよね。これは大成功だね、今のところ。これ洗うタイミングは難しいよ。半年目で様子見だね。ここら辺もいいだろう、この辺とかも。だから、草薙くん方式で、履いて水の中ドボンがいいかなとか思ってるね。一回伸びちゃうから。あと、痩せたい。ジーパンはやっぱスリムにタイトに履きたいから。一応洗剤は使ってないかな。お湯洗いのみ。まあ、天然素材の石鹸買ってもいいかなと思ってんだけど、ジーパン用の。石鹸で洗おうかな。シュリンクトゥーフィットって何？ 606 は俺履いてんだけど、シュリンクトゥーフィットってなんだろう。ちょっと待ってね。シュリンクトゥーフィット。検索するね。待ってて。シュリンクトゥーフィットってなんだろう。とは。シュリンクトゥーフィットよくわかんねえの、なんだろう。縮むどころか伸びたね。縮むどころか俺の体幹伸びた。要は全く同じサイズなのにウエストがダボダボになったの。こっちベルトがないと履けなくなった。こっちは多分してないと思う。シュリンクトゥーフィットって縮んでないね。これは伸びたウエストが、いや、してない。むしろ逆に広がっちゃった。これは俺の中で残念ポイント。
伸びた伸びた。俺は606だから履いてんの。501一本欲しい。しかも今ね、あのアメリカで再生産、アメリカの工場、アメリカの生地、アメリカの職人で再生産やってるから、絶対1本持っといた方がいいよね。もう手に、いつ手に入るか分かんない。もう10年ぶりぐらいじゃん。10年ぶりの再生産か。606っすね僕。いやでも501一本履いてみたいね。 LVC だっけ、なんかあのなんだっけ、復刻のやつ今出てんだよ。 LVC ってなんだろう。俺が専門用語わかんねえからあれだけど、リジットのこと。俺がジーパン買うときは綿100ストレッチ入って、あ、そうそう、ヴィンテージクロージングかな。いや、あのね、それかどうかわかんないんだけど、綿100でリジットのやつで出てんの今。それを買う。でも日本のリーバイスもいいよね。メイドインジャパンのリーバイスも、なんか、あの、加工が入っちゃってるけど、作りが丁寧だね。で、チャイナはやっぱ良くない。メイドインチャイナね、やっぱね、中国製だなって思う。ほんと、物見るとわかるよ。これはね、どこだっけな。トルコだっけ。これトルコのやつなんだけど、作ってるところは。トルコ悪くないよ。やっぱ生地が強いんだろうね。ジーパンはいいよ。リーバイス以外に浮気する気ないな。あれもかっこいいんだけどね、ディーゼルのね、ジーパンも。ねえ、どんな色するかね、楽しみだよね。一生履けるからね。M さんこんばんは。でもリペアして履いたのが初めてだから、俺股から破けてくのよ。太ももが太いから。絶対股から来るんだけど、やっぱリペアすると愛着湧くよね。ここリペアしたんだけど、ポケットとここ本店でリペアしてもらった。こっから来るんだよ。またから避けるんだよ俺。必ず。もうこれコンプレックスだったんだよね。こっからビリビリ行くんだよ、お尻の後ろの股の部分から。ここから膝から破けるとかよく分かんなかったもんな。これ10年後楽しみだよね。バガーありがとう。ヨッスーさんアイテムありがとう。リペアはね、股の部分が3000円、ポケットのこんな小さい穴500円で直してくれた。え、染め直しもできんの。染め直しは聞いたことないな。染め直しはしないかな。でもね、あの洗ってるのと洗ってないのの比較ができて、もうこれが洗ってない黒ね。こっちが洗ってない黒。これね、すごい面白いよ。どんだけ違うのか。ウエストもこんな感じね。これ606。これ買って2ヶ月。こっちあんま履いてないな。これ。で、洗った方全く同じ型、全く同じやつで、こっちは1年間履いた方。全然違うでしょ。わかる？同じ黒でここまで差が出んの。これだから10回ぐらい洗ってんのよ。これ洗ってる方。こっち洗ってない方。すごいでしょ？この差。
両方ともかっこいいけどね、うん、これくらい差が出る。面白いでしょ。で洗剤とかも使ってないんだよ、うん、この差ですよ。こっちはまだ作ってる段階だね。こっちは洗ってる方、ね、まあこれはこれで結構いいか。でもウエストのさ幅がさこんだけ差が出てんだよ。ほらわかるかな、ほらこんだけ差が出てんの。ダボダボなのよ洗ってる方は、うん、ちょっとここの部分はみ出てるでしょ。わかりづらいか。洗わない方が色落ちしないってことね、うん、こっちが洗ってる方ね。だからテカテカなんつうんだろうな、白っぽくなってくよねやっぱ。まあ、うん、好みの問題だけど白っぽくなってくって。まあでも色落ちも気をつけながらね、洗剤使ってないから、うん、これくらいの差あるよ。まあこれはこれでかっこいいよね。どうしたいのかだよね、自分のジーパンを。で畳んでないかんね、畳まないのもミソだよ。うん、もうそれ好みだね。でも今こっちの方が気に入ってる。全く同じだけど。いい。ブルーがかっこいい。白身を帯びてきて、ブルーが。ちょっと、もうお気に入りのアイテムだね、これ。なんかこう、シルバーに光るっていうの。そのダメージが入ってくところが、この辺とかね。かっこいいよね。いや、いいものはいいよ、やっぱ。履き心地も全然違うし、作り手のこだわり感じるね。いい当たりつきそうだよね。洗った時にどうなるかだよな。ほんとそれだけ。洗った時のもう賭けだから、洗うっていうのは。だから予想通りになってくれて、うわーかっけーってなるのか、えってなるのかだよね。あ、黒ペンキで染めるとかもあるね。昔流行ったよね。いたいた。俺はあんま好きじゃないね。なんか世界で一個のやっぱね、ジーパン作るっつうか自分の形になるわけだから、ね、膝の角度とか違うわけじゃん、座り方とか。いや洗わないよ、今育ててんだから。なんで半年間わざわざ洗わないで丁寧に入ってたのか。もうね、シミとかあったらすぐパッパ拭いてんだから、水拭きしてトン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 叩いて大切に履いてんだから、こぼさないように。やだよ、今洗ったら全部台無しだよ。勘弁してくれよ。育ててんだからこっちは。嫌だよ。全部履く。もうむしろずっと履いてるよ、育てたくて。ただ汗かく時とかは絶対履かないようにしてるけど、丁寧に丁寧に育ててんだよ。こうやってシワつけて、もうこれカットしてないの。だから長いのをさ、こうやってシワつけて、こう当たらないようにさ、大切に伸ばしながら自分の計算して、こうやってくしゃくしゃやって、こうなんつうの、ここダボっとなる感じとか、うん、やだよ、洗いたくないよ。毎日こうやってんだから勘弁してよ。こうやってこうやって折ってこうやって折ってんだから。ターコイズおすすめだね。
ここも綺麗に入ってるでしょ、掘ってるところが、かわいいよ。リアルダメージでしょ男は。のんちゃん携帯の充電どう？寝てんなちょっと、え、91か。そろそろ歯磨いて準備しよう。うん、
準備 OK？ 変化一緒に走ろうね。はい、お疲れ。うっせぇ、はい。で、ここ終わっか？カホくんはね、ハイキング。わ、方法がかな、カホくん。早くお帰り、頑張っかね。今日イベントがあったんだっけ。ありがとう、ハウヤンゴー。うん、ありがとうございます。あがこ、あがこや。あがこの、あがこごまさん。わすが、あがこ。ごえさんが言えばいいよね。あがこ。ああ、あかんがかな。うん。
綿が敷かれた方が良かったなるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せなるべくいっぱい集めよう心のずっと奥の方をいる上で大切なことはブルーハーツが教えてくれる。しゃ、着替えてくる。買い物そのまま行こうね。よっしゃ、みんな準備 OK？ みんな準備いらないのかみんな準備いらないよね。みんな OK ですか？じゃあ走りに行きましょう。花火ありがとうね。次枠はロードワーク枠です。みんな見に来てね。お疲れー。